の中でグレーニンジャリーファイトで技を競い合い、そして叩き上げてきた両者がいよいよセコンドセコンド、さあいよいよ3分3ラウンドファイナルラウンドに入ります。ラウンド3、ライト級3分3ラウンドファイナルラウンド第3ラウンドに入りました。左が前に構えます、サウスポー、黒のパンツを履いている方が蹴りを出した方が星野大輔です。アグレッシブな心情です。そしてケージの本戦初勝利を狙ってのこの試合となります。パンチで迎え撃つ、今顔が見えている方、太田純一、いわばこれが本当のプロデビューということになります。根性男が鏡で輝くという瞬間が来るのでしょうか。両者、左から右から左に、そして左のストレート、右のクックを使う、両者が組み合います。両者ともプレミナリーファイト上がり同士ということで叩き上げてこの本戦に出場となりました。いわば両者ともこれがいよいよデビューという形になります。そして肘ありのルール、これが初めてになります。今押し付けている方が太田純一、押し付けられている方、膝頭あたりまでのトランクスを履いている方が星野大輔です。もろ差しの形になりまして、ここは膝を落としていきます。太田です、なんとか踏ん張ってという星野です。休むとこじゃねえよぞ。セコンドからも大きな声が上がります。休むところじゃないという大きな声が上がります。根性男の大田か、アグレッシブな心情の星野か。さあ星野がこれでテイクダウンを奪われてしまうのか。両膝の裏を抱えながら大田純一、今度はその頭を抱えるような形になっています星野です。少しわずかでありますが、リニューアルされたこの経済を上げろ、上げろ、上げろ、まだまだテイクダウンが奪われない。少しの上からだいぶ両者とも汗をかいています。下たりを見せ、腕を振ってうまくなりました。上のポジションを取った、星野が上のポジションを取りました。ガードポジションではありますが、ここからなんとかパウンドを叩き込んでいけるかどうか。その拳を抱え込んでそれを防御します。下のポジションの太田、下からも鉄槌を当てています。残り時間1分になりました。3分の3ラウンド、ファイナルラウンド残りは1分を切りました。動いて動いて少しずつ体勢を変えます。スタンドに戻ります。太田をスタンドに戻して、さあ両者残りはもう1分を切っています。左を出していきました。大きな右を振っていく、右から左、左からパンチは空を振ります。まだちょっと両者距離があります。右を出していった、ちょっと疲れたか、ちょっと疲れたか。太田右を出した、ハンマーパンチのような感じになる。右は空を切れ、ちょっと肘立ち肘を飛ばして1本、押しながら飛んで立ち肘、疲れたか太田、ちょっとふらついているか。押しの方も苦しい、膝を出していく、これはフェイント、右のパンチを出す、これはキングでかわした、ゼリー星野の右、これも空を突っている。ガードが上がらなくなってきた。太田画面の左から太田、左のハイキック、さあ残りは少なくなってきた。このままでは判定になりますが、最後のノックアウトはあるか。右を出す、ここで試合終了、ここで試合終了しました。3分3ラウンド、9分間戦い抜きました。太田と星野、勝負の行方は判定へと持ち越されます。総裁です、ヤマハブラザーズ鈴木です、ね、おっとコーナーに振った、そしてフライングボディアタック。星野さんは、ね、判定、後からです、ね、ジャッジ梅木、赤星野、まず1ポイントは星野に入りました。ジャッジ大矢部、赤星野、3人目も星野、赤星野、3人目も星野、赤星野、判定は3対0、星野大輔、経験本戦初勝利となりました。主力を尽くしたこの一戦、両者ともプレミアリーファイトから勝ち上がってきた同士の対戦、本戦初勝利を奪ったのは星野大輔、視力を尽くして戦いに来ました。
Thank you.